大分市では巷で話題のあのレースで盛り上がりました。大分市の田野浦ビーチに集まったのはティラノサウルスおよそ50頭です。全国で流行している恐竜の着ぐるみを着て徒競走するティラノサウルスレースを大分でも楽しんでもらいたいと有志の団体が企画しました。チャックを閉めます。スーツを試着し少し走ってみると、中に入っている人は本当に汗だく暑いです。というのも大分市内の今日の最高気温は 24.3 度。飲み物を飲むのも一苦労です。ここちょっと、あ、違う、分かった、ここから入れればいいよ。そうここから入れて、ほら飲めん。飲めた、完璧だ。本当に暑いです、この中サウナサウナサウナ。50メートルを全力疾走する徒競走のほか、赤組と白組に分かれての綱引きや大玉転がしをして競い合いました。はい、情熱で走りました。パッションで徒競走で1位取れて嬉しかったです。可愛かったですね。こんな走りづらいんですね。楽しいです、楽しいです。秋空の下、砂浜を色とりどりの恐竜たちが駆け抜けました。